どうもほぼ日ラテアートの山下です。本日もよろしくお願いいたします。今回はピッチャーの振り方についてお伝えしたいと思います。ピッチャーの振り方ですが2種類あり、私のように指をグッパグッパして振る振り方と、肘を支点に大きくブランコのように振る方法と2種類あります。今回は私のグッパグッパでやる方法についてお伝えしたいと思います。グッパグッパのやり方で、やっぱ肘を支点でやるよりかは細かいアートを描くのに向いています。逆に肘で描く方はスローハートなど、そうしたゆっくりとしたアートに強いかと思います。さて、まず一つ目にピッチャーをぐっと強く握るのではなく、ふわっと柔らかく持つような感じがまずはおすすめです。強く握った状態からグッパグッパしますと、握り込みすぎまして内側には強く入りますが外側には触れることができず、アシンメトリーのアウトを描くことが苦手になります。ですのでゆったりと持つようにしてください。そして手首と肘です。この2点はできるだけ動かさないようにして振ることがポイントです。手首を動かしてしまった場合は、やはり思いっきり握った時と同じで手前側には多く振れますが奥には振ることができずに、左右のアシンメトリーは崩れていきます。ですので手首と肘はほぼ固定のままグッパグッパしてアートを描いていきます。もう一つのコツですが、細かいレイヤーハートやリーフを描くときにたくさんババ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 と振るようなイメージかと思いますが、そうではなくてある程度はゆっくりとフラ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 というような感じで振るのが良いかと思います。そして最後にふんわりと持つ理由ですが、ピッチャーをグッと握ってしまいますと、初めから内側にピッチャーの口が傾いている状態になります。できるだけゆったりと持って、常にピッチャーがまっすぐである状態からグッパグッパで振るようにしてみてください。それではそのグッパグッパのやり方で、今回ウィングチューリップを描いておりますので、よろしければご覧ください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。できるだけ固定をした状態でグッパグッパするような感じですね。よろしければ詳細につきましては右上のリンクから私のホームページにてご紹介しておりますのでお願いいたします。当サイトでは無料で LINE にてラテアートの技術を直接お伝えしております。この1週間という短い期間であったとしても、早い人でしたらアートができるようになっていきますので、ぜひきっかけを見つけに来ていただけたらなと思います。やはりたくさんのアートが描けるようになり、お客様に提供したり自分の家族に提供したりと、ただラテを出すだけではなくて見ても綺麗、飲んで美味しいっていうのを目指していただけたらなと思います。それでは右上のリンクからご登録できますのでお待ちしております。